はじめまして、株式会社ユグレナの CFO の小澤京子です。世の中にはさまざまな環境問題がありますが、私はその中でも特に CO2 が地球に与える影響に対して大きな問題意識を持っています。人々にないああしようこうしようと訴えかけることは簡単ですが、その中でも行動に移すというところが難しいところだと思っています。なのでそこを私はできるようになりたいとずっと思っていました。しかし高校生である自分に何ができるのだろうかと悩んでいた時にCFO の就任が決定しました。私はユグレナの CFO としてサミットメンバーとともに今まで活動してきました。さまざまなディスカッションを重ねていく中で、すでに地球は危機的状況に陥っている、今私たちがここで行動しないと手遅れになってしまうということは誰もが分かっているのに、なぜみんなは行動できないのかというところに疑問が湧きました。今までさまざまな環境保全の活動が行われてきていますが、大勢の意識を変え、その後も継続的に日常生活に変化を起こせている活動というのは少ないと思っています。一番の理想としてはもちろん多くの人々が環境問題に対して常に危機感を抱くということではありますが、実際問題、大勢の考えを一度に変えさせるということは非常に難易度が高いことだと思っています。ではどのようなことをすればこの課題を解決できるのか、そのようなことを日々考えているうちに、私はそもそも環境問題を自分ごと化として捉えるのが課題なのかもしれないと思うようになりました。では自分ごと化するのが難しいのであれば、意識せずとも環境に配慮した行動が取れるようなシステムというのを作れることで現状を変えられるのではないかと考えるようになりました。すでに世の中にある例を挙げるとするのであれば、それは近年社会に浸透しつつあるエコバッグの制度とレジ袋の有料化というものです。これはレジ袋が有料になることによってより多くの人が使いたいと思わなくなる、逆にエコバッグが割引対象になることによってより多くの人が積極的に使うようになる、これはシステムとして世の中に存在していて、環境に配慮しようという意識がない人でも行うことができます。世の中のシステムを変えることによって、自然とより環境配慮のある社会にできるのです。そしてそのようなシステムを構築できるのは企業です。私たちは日々商品を選択し購入していますが、企業が環境配慮型の商品を増やすことによって、我々の行動が意識せずとも環境配慮型につながります。人と地球を健康にするという経営理念を持つユーグレナが率先して環境配慮型のシステムを構築するべきだと私は考えました。そこからユーグレナに提言し、今回発表ができる形となりました。まず第一に、既存のペットボトルの商品を全て撤廃します。そして一部の商品からストローをなくすことも決定しました。その他にも石油由来のプラスチック削減に向けて容器の軽量化、そして商品ラインナップの見直しを進めていきます。これらの施策によって、2021年のうちにユグレナ社が商品に使用する石油由来プラスチック量の 50% 削減に挑戦します。世界のプラスチック総生産量は年間約3億トン、そのうち約3割はゴミ処理されず土壌や海洋を汚染しています。私も個人でできることとして常にマイボトルを持ち歩いています。これはペットボトルの購入を控えることにもつながるものです。ただユーグレナだけが環境に配慮した行動を起こしたとしても、世界は変わりません。これが他の企業にも波及し、環境に配慮した行動が当たり前となる、そんな世界を実現していきたいです。